山口市役所は、日本の地方公共団体である、山口市の執行機関としての事務を行う施設。山口市山口総合市所長舎を兼ねる。山口市中心商店街の北、県道、宮野大都市線とパークロードの交わる一角にある、山口市民会館の北隣に位置する。本庁舎の北隣には山口サビエル記念制度が、立ち、その周囲には、 文教施設が立ち並ぶ山口県庁舎からも近い。現在の本庁舎は1961年から1964年にかけて亀山高地の跡地に建てられた山口大学教育学部校舎を1974年に払い下げを受けたもので建物の老朽化が進んでいることから移転を含めた改築が検討されている。 以下の一室八部二局と会計課、消防本部、市議会事務局からなる。上下水道局は、本町内ではなく宮島町にある。また、ターミナルパーク整備部は、小郡総合支所内、国体推進局は、愛予総合支所内に置かれている。合併前の9145町の役場であった建物に、市役所の出先機関である、総合支所が置かれている。 山口以外の各総合支所にはそれぞれ以下の参加が所在している。2009年4月1日より、生涯学習や社会教育を中心に活動してきた公民館を地域交流センターとして設置した。太地の交流センターにおいては、証明発行等ができる出張所の役割も兼ねる。現在の本庁舎は建築から50年以上が経過し、 老朽化が進んでいることを踏まえ、2015年11月5日に山口市本庁舎の整備に関する検討委員会が設置され、第2回委員会で本庁舎の改築の方向性が定められた。建て替えにあたって、市は第3回委員会での3案を示した。この時、委員や市民団体から、 2005年10月1日の1、市四,四町での合併時の付帯決議に、新山口駅周辺が適地であるということを、踏まえ審議するとの記述が盛り込まれていることを指摘し、新山口駅周辺を候補地に加える、要発言。これを受けて、第4回委員会で新たな候補地としての参加所を、加え、計6箇所での検討が行われることとなった。しかし、 第4回委員会で追加した新山口駅周辺の3カ所について試算したところ、そのすべてが民有地であり、用地取得にかかる時間と費用が読めないこと、市のまちづくり計画とも整合性が取れないことから、10月に行われた委員会で小賀会長が追加3カ所の除外を提案。これが了承されたことから一旦は当初提案の3カ所を、 比較対象に検討が進められることになった。しかしこの方針に一部の委員が強く反発、候補地の絞り込みも平行線をたどったことから、最終的に第4回委員会で示した3案をまとめて、新山口駅周辺案として復活させた上で、2017年2月に利便性や将来性など15項目で評価した表を示した上で、適地性を 総合的に判断し、最も高い評価が得られる位置に、新本庁舎の整備を進めることが望ましいとした、答申を、渡辺住忠市長に示した。2017年6月には現在と、亀山公園ふれあい広場の2案に絞り込んだと、発表し、早々に新山口案は除外され、12月の市議会で、現在地建て替えを表明。 2018年3月26日、現山口市役所を解体し、新庁舎を建設する基本計画が公表された。2021年度着工、2024年度の完成を予定している。ありがとうございます。